今日はデジカメウォッチのレビュー用に月島のスタジオギアでモデルの前浜ひとみさんをね撮影したいと思います。その様子をデジカメウォッチ TV で紹介いたします。デジカメウォッチでレビューするのはこちらにあるセコニックのライトマスタープロ L478DREL という製品になります。この製品はですね、露出系なんですけれども、スタジオなどで使われるモノブロックタイプのストロー、これエリンクロームという製品なんですが、こちらを電波でリモートコントロールできるという特徴があります。で、実際にこのようなスタジオで前浜さんを撮影してですね、その使い勝手をご紹介したいと思います。L478DR はデジカメウォッチのレビューをねご覧いただくとして、このビデオではスタジオ撮影がどのように行われているかをご覧いただければと思います。では前浜さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは露出を測っていきたいと思います。で、まずカメラ位置なんですけれども、あちら側からね、あちらの方向から彼女を撮りたいと思います。こちらのライト、ソフトボックスついている方がメインライトになる。で、まずは、個々のですね、フラッシュの明るさを、こちらの手元で一元でね、コントロールできるので、まずはこちらのメインのライトだけを光らせるような設定にして測りたいと思います。ちょっと調節をしましょうかね。はい、で、今度は背景とかね、彼女のこう背中のこう輪郭とかをね、立体感を出すために使うライトを測りたいと思います。こちらでまた切り替えます。ちょっと調節しますね。はい。はい、で、背景を測ります。向こうから撮ると人物だけじゃなくて背景も映ります。で、ここの壁白いです。で、一応ここにね当たっている光の量も測ってですね、こちらも把握することによって、例えば背景が白飛びするとかしないとかっていうような部分もですね、分かった上で撮影を行います。で、一応ですね、合計で両方を一度に光らせて、合計のね光量も測りたいと思います。では撮影します。で、例えばこちらの状態で絞りを表現、ね、絞りを生かした表現をしたいようなシーンの場合は、この手元で、露出をね、両方の比率を固定したままの状態で、減らしたり、光量を増やしたりなんていうことが、手元でね簡単にフラッシュの光量をコントロールできるのもこちらの露出系の特徴になっています。で、様子だけ、セコニックのこちらの露出系と
エリンクロームの組み合わせだと、まあ、いちいちですね、決めた露出をですね、調整しにフラッシュのところまで行かなくても、スピーディーに手元でコントロールできるので、とても簡単にね、撮影を楽しむことができました。いかがでしたか？すごいスムーズで、私もモデルとしてやりやすかったです。おー、すごい。ということで、詳しくはデジカマッチのレビューもご覧ください。